はい。じゃあ今日はですね、はい、キャドカム缶をちょっとね、さっき前回紹介したんで、はいはいはい、ちょっとついでにといってはあれなんですけれども、はいはい、意外にもキャドカム缶、保険適用で白い歯がやっと入るようになったよと、はい、なったのにもかかわらず、はい、ちょっといろいろな問題が出てきているようで、うん、そもそもなんですけどね、はいはい、まずこう前提で皆さんに知っておいてほしいので、うん、このキャドカム缶っていうのは、はいはい、一体どういうものなのかっていうのを聞いてみたいんですけれども、はいはい、まずキャドカム缶って、はい、ハイブリッドレジンなんですよ。ちなみにそのハイブリッドレジンっていうのは何ですか？ただのプラスチックじゃないんですか？まあ、ただのプラスチックなんですけど、言ってしまえば昔は保険って硬質レジンっていうやつだったんですよ、はい、うん、硬質レジン、硬いレジン、うん、硬質レジンに比べて、うん、ハイブリッドレジンってその中の、まあ、フィラーっていうものが細かくできているというか、あ、もっとこう繊細な密なその状態でできているレジンみたいな、それが一応ハイブリッドレジン、うん、あ、じゃあ硬質レジンよりもいいものって、そうです、考えていく、ね、硬質レジンよりもちょっといいものぐらい。そのキャドカム缶が出る前は、うん、ハイブリッドレジンって自費だったんですよ。で、まあ、そのハイブリッドレジンが今は保険でできますよって言ってるのがキャドカム缶です。はい、あ、じゃあセラミック、うん、そのジルコニアとか、うん、そういったものとは全然違うものってことですね。全然違うものです、うん、全く違います。セラミックだったら、はい、キャドカム缶は、はい、なんプラスチックになるんです。そうです、プラスチック。プラスチックとセラミック。だからそれを、まあ、ちょっと前提で、はい、皆さんには思っておいていただきたいと。はい、キャドカム缶ってそういうものですよ。要はそのキャドカム缶にするメリットっていうのは、安く白い歯が入れられるっていうだけで。うん、そうですね。また金属アレルギーの方も、メリットありますね。ああ、金属アレルギーね。そうです。はいはいはい、はい。その方もメリットありますね。うんうんうん。はいはい、まあ、保険なので、はい、銀歯と比べてという話になるんですけれども、はいはいはい、壊れやすいのかっていう質問だったりとか、うん、すぐなんか壊れちゃう、はいはい、っていう書き込みが多かったんですけれども、うん、キャドカム缶って壊れやすいんですか？まあ、そのメタルと比べれば壊れやすいですね、うん、確実に。ああ、銀歯と比べれば。はいはいはい。ああ、ああ、どれぐらいで壊れちゃうもんなの？あ、難しい、これ難しい、これ難しいね、これは難しい、うん、本当に。そうか、まあセラミックでもそれは同じこと言っちゃうから。あ、どれぐらいで壊れるのっていうのは、うん、もうその人によって違うとしか言いようがないですね、うんうん、だから比較として伝えることしかできないってことですよね。そうですね、セラミックとか、そうですね、金歯とか、もちろん金歯も入ると思うんですけど、はいはいはい、よりもやっぱり壊れやすいは壊れやすいと。そうですね、うん、銀歯、うん、セラミック、そのキャドカム缶だったら、うん、キャドカム缶が圧倒的に壊れやすい、うんうん、はいはい、そういうことですね、はい、まあ保険なので、うん、一応2年間はその歯に関しては保険は適用されませんよっていう、そういう縛りもあります。あ、これはちょっとね、知っといた方がいいと思いますよ。はいはいはい。うちのお母がそうだった。そう。で、それで、うちのお母は、セラミックに。セラミックにしましたんでね。はい、はい、はい。なんか、本当に心配な人はやめた方がいいかもしれないね。うん、まあ、2年以内に壊れてしまったら、保険適用外になるので。うん。まあ、そこはまた注意するところですね。そうですね。はいはい。それはキャドカム缶だけじゃないので。うん。メタルもそれは一緒なの。あ、そうなんですか？そうです。メタルも保険なので。あ、そうなんですか。メタルもそうです。あ、へえ、はい、まあ保険で直した歯に関しては、2年間はっていう、まあ、縛りがあります一応。あ、そうなんですか。はいはい。銀歯つけてた人が、はいはい、やっぱちょっと金属アレルギーっぽくなったの、うん、はい、ので、うん、まあ、せっかく保険になったから、その銀歯を取って、うん、白いキャドカム缶をこう入れると、うん、はいはい、
そしたら、うん、染みるようになってしまった。はいはい。こういうのっていうのはどうなんですか。今までその金属とかだと、うん、まあ結構薄くても、薄くてその削る量ですよ、刃を削る量薄くても、うん、少なく削っても、まあ、メタルのクラウン入れられるというか、入れても割れないじゃないですか。あ、その銀歯自体の強度があるから、そうそうそう、薄く作っても大丈夫だったっていう意味で、そういうことです。はははは。ただキャドカム缶って、まあ、レジンなので、うん、プラスチックなので、うん、ある程度厚みがないと、はい、もうすぐ割れちゃうんですよ。ほうほうほう。そうなので、ある程度先生は削らないといけないんですよ。あ、まあ、そういうので、まあちょっと神経がちょっと近くなってきて、まあ、そこにセメント剤とかがこう、染みる原因を作っちゃってたりとかするとか、まあ、そういうことはありえますね。あ、じゃあそもそも の、 その構造の問題っていうことですよね。はい、そうですね、まあ、まあさっきも言ってますけど、やっぱ壊れやすいっていうのが 大前提にあるので、ある程度の厚みは確保しなきゃいけないっていう。あ、はい、っていうことは刃もそれなりに削らなきゃいけないから、神経に近づいてしまうことが確率的に高くなる。高くなる。あ、でつけた時に神経に近いところまで行っちゃったから、うん、染みるようになっちゃったっていうこと、ね、っていうこともある。あ、はいはい、そういうことですね。はい、3つ目なんですね。はい、これも多かったんですけど、うん、色が変わっちゃう、うんうん、まあこれもしょうがないですね。ああ、まあプラスチックなんで、うん、色はどうしてもつきやすい、うん、つきやすいっていうか、でもキャドカム缶って、まあ、しっかり研磨すれば、うん、そんなにつかないかも。つかないとは言わないけど、うん、ラボによって作り方ちょっと違ったりするんで、研磨してしっかり研磨してるところもあれば、はい、そこまであんま研磨できてないラボもあれば、お、表面活託剤こう塗るラボもあったりとかするわけですよ。で、まあ、表面活託剤しっかり塗って重合しっかりさせてればいいんですけど、はい、例えばこう未重合層が残ってる、未重合層あんまり固まってないところが残ってるとか、はいはいはい、そうなるとやっぱこうすぐ色がついてきたりとか、うん、そういうこともあったりするんで、はい、色がすごいつきやすいよとは言えないかな。あ、もちろんつきますよ、プラスチックなんで。やっぱ研磨をする方がつきにくいと。研磨する方がやっぱつきにくいですね。その素材自体をツルツルにするからってことを。そうです、そうです、そうです。あ、圧倒的につきにくいと思います、やっぱ研磨した方が。あ、作り手によって変わっちゃうっていうのはあるかもしれないですね。あ、そうですね、うん、せっかくね、保険で白い歯が入って、はい、嬉しいって思ってる人も、うん、ね、いるかもしれないですけど。そうですね、いろいろなところを考えたときに、うん、これは分かってた方がいいことですね、内容としては。そういうことです。そういうことです。ちょっと勉強になりました。そうですね、分かった上でやっぱ入れてほしいなと思いますね。そうですね、もうダメになると思って入れてた方がいいかもしれない。あ、もうええもんじゃないです、多分キャドカム缶は、うんうん、ある程度の期間で変えないと。あ、ダメってことですね。ダメだと思いますね。あ、そうですね、はいはい、だそういうのが嫌だったら、うん、もう最初からジルコニアとかにした方がいいってことですか。まあまあそういうことですね。ああ、そうです。ああ、はい、わかりました。はい、今はもうほとんどの歯がキャドカム缶で、できるようになりました、その保険で、うんうん、まあでも、もちろん安価になって、その白いものが入って患者さんはまあすごくパッと見はね、うん、よくなったかもしれないんですけど、うん、まあ、いいことだけでもないよという、まあ、そういうリスクもあるよっていうのが分かってもらえればいいかなっていう動画です、うん、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。